2001年バスク自治州議会選挙は2001年5月13日にスペインのバスク州で実施された第7回バスク自治州議会議員を選出する選挙で75議席が改選された。バスクの独立を目指す ETA 要するエリバタスナが大敗しスペインにおける ETA によるテロ行為が深刻化したきっかけとなった選挙である。本選挙においては バスク統一左翼が存在感を大きくアピールし、新しく就任したリーダーのハビエル・マドラソの民族主義活動によってエリバタスナイト流れる票の取り込みに成功した。この結果を受け、カタルーニア州首相ジョルディップ・ジョールは本選挙を反民族主義十字軍の敗北と題して、選挙においてバスク市民は民族主義を批判するマスコミを拒絶する立場を 明確に示したことは、特筆に値する。2003年のカタルーニャでの選挙においても、同様の結果を期待するとコメントした。ETA は、この選挙結果を受け、アスナール政権に対し、平和的解決の道は閉ざされたとして2001年7月以降のテロ行為標的の拡大を宣言。自治体議員、ジャーナリストに加えて、観光客へも行うことを決定し、 スペイン南部におけるテロ活動が活発化している。この結果 EU 内において反テロ対策高レベル委員会が設置される運びとなった。ありがとうございます。